はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギター室のシンガーソングライターの竹下達です。本日のサウンドチェックはこちら、Zoom 社提供 Zoom G2Y の27番のプリセットです。カルロスですね。こちら行ってみましょう。使用するギターは富士原製ストラトキャスターです。ストラトは富士原が一番音がいいと思ってます。だってな、あのケンミンが作ってるんだからね。というわけで、ギターを手にしたロックエン3フレットガスケラ練習です。ゆっくり丁寧に行かないと。では、失礼。だいぶ全て使わないで達成感があるので、ゆっくり丁寧に奏でましょう。日本のグループでアースセイカーというバンドがあります。モアという非常に美しい楽曲のイントロ部分ですね。一弦にアクセントを持っていくとより美しく聞こえます。ゆっくりと丁寧に奏でましょう。ここではファイナルカウントダウンという楽曲を学んでいきましょう。いろんな要素が入っているのでとても練習になっています。ゆっくり丁寧に奏でましょう。非常に重要な話です。それはギターを奏でる際に弦と指が離れている時間、これを短くすることです。大きくこう離すのではなく、弦の指をスルスルスルと動かすことですね。非常に重要なことです。課題曲、そしてイングヤマルムスティ、広島モナムールを簡単にしたものです。練習すれば誰にでも弾けるようになります。
とうございました。本日は下木が来た不次元性ストラトキャスターでした。はい、こちらにトラップがあります。現在私は横浜にございます。シアミュージックでエレキギターとアコースティックギターの講習をさせていただいております。ありがとうございます。横浜シアミュージックではですね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして、DTM、 それぞれの講師が、その道の、一流です。はい、間違いありません。私をご指名いただければ幸いですが、私でお気に召さなければ他の講師をお選びいただいて全然全く問題ございません。私のレッスンはつまらないですがためになると思います。基礎的なことからね、始めさせていただきます。で、基礎の繰り返しをやっていくうちに、誰かのフレーズを真似することが、だんだんとバカバカしくなってくると思います。はい、ご自身で、誰かの真似をするのではなくて、ご自身の表現したいことをギターで表現する、そういったことを考えるようになっていってほしいと思います。私もね、アラン・ホールズワースとかね、ジョン・マフラクリンとかね、アルティメラルとか散々コピーしましたが、結果そのエッセンスが自分のギターになっていくんですね。なので一時期その誰かのを真剣にコピーする、これ非常に重要なことです。その人のフレーズをただ細かく、ニュアンスまでを再現することに意味ありません。はい、なぜならね、モノマネをやってるからじゃないんですよ。あなたのギタープレイを作り上げてこう手伝いをするんで、はい、あまりその細かいところをね、ここのニュアンスがどうとか、どこ何々イズの何々さんみたいに弾きたいとかね、そういった生徒さんは、他の講師の方に言ってください。はい、他の講師の方が対応してくれとか、私は一切対応するつもりがありません。はい、だって芸術家なんだから、人の真似をしてね、そのエッセンスを得て自分のものにしていく、これが最良の学び方かと私は思います。それではスタジオリバーサイドからイタリア人シンガーソングライターの竹下敦彦が来ました。横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。